ルートも下しブライトン白星スタート三笘は1アシスト。8月12日に開催されたプレミアリーグ第1節で、ブライトンは31年ぶりに昇格したルートンとホームで対戦。三笘薫は左サイドハーフで先発したほか、新戦力のミルナー、ダフード、ペドロもスタメンに名を連ねた。ブライトンは、6分にいきなり決定機が到来。クロスの折り返しにペナルティエリア内で反応したペドロが、ワンタッチで合わせるも、うまくミートできず、枠の左に外れる。33分にはペナルティエリア左でサイドチェンジを受けた三笘が、ワントラップから右足を振り抜くが、クロスバーの上を越える。それでも直後の36分、三笘のピンポイントクロスにマーチがヘッドで合わせ、ホームチームが先制点を奪う。躍動する日本代表 MF だが、43分にはムパンズにハードマークでがっちり抑え込まれた後、思わずラインを割ったボールを八つ当たり気味にキック。珍しくイエローカードが提示された。一例で折り返すと、71分に三笘のパスをペナルティエリア内で受けけたペドロが PK を獲得。自らきっちり決め、ワトフォードからカニューゴ初ゴールを挙げる。その後、81分に主将ダンクのハンドで今度は PK を献上。モリスに守護神スティールの逆を突くキックで1点を返されるが、85分に相手の隙をついたディングラが3点目を叩き込み、流れは引き渡さない。後半アディショナルタイムにも、18歳のファーガソンがダメ押し点を奪ったブライトンは、結局4-1で解消。ルートン相手に強さを見せつけた。三笘は前線の選手が次々と変わる中、フル出場している。新戦力のダフートがかなり良かったね。守備のところはまだ未知数だけど、ゲームメイクという点では、カイセドの穴は埋められそう。ゲームメイクは良いね。ただスピードがないのと強度がないので上位相手には押し込まれる。ペドロは少し三笘とポジションが被ってぎこちないところがあったけど、後半はある程度修正できていたのでこれからだと思う。カイセド、マクアリスターがいなくなってどうなることかと思いましたが、昨年以上に若き才能あふれる素晴らしいチームに感じました。そのチームの中でひいき目なしで MOM は三笘選手です。苦しい時間帯でのアシストと PK を誘発するパスが素晴らしかった。それ以外でも簡単そうにビッグチャンスを作り出す力が突出しています。結局三笘はフル出場とデゼルビにとても信頼されているのがわかる。ブライトンのサッカーはハマるたちは本当にワクワクする。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。